佐久間かなえの言語理論。佐久間の日本語に関する著書は、1、現代日本語の表現と語法、1936-1951、2、現代日本語法の研究、1940、復興造訂版、1952、3、日本語の特質、1941、4、日本語のために、1942、5、日本語の言語理論の言語理論的研究、1943、6、日本語学、1951、7、日本語の要、1955、8、日本語の言語理論、1959、9、日本的表現の言語科学、1969、他に音声学、哲学の書がある。佐久間は、日本語に論理性がないと決めつけている西欧の形式論理学それ自体を基準とすることを批判しつつも、西欧の論理自体に論理性がないことを指摘するほどには至っていないが、その限界に示唆的である。日本語の論理性の固有世界それ自体を抽出するにはまだ十分に届いていないからだが、しかし提出された論点は極めて重要である。論理学は言語を対象にして不十分であることが実際に明示される。またすでに一巻第三章で指摘したが、一般言語学、構造言語学を評価しながらその不十分さを自覚している。かかる佐久間を受けてこそ三上明の地平が開かれて生き得た。一般言語学、構造言語学から構造の全体と要素間の部分との相互関係、さらにその教授的構造の歴史的変異の通じ的変化を発足すること、それをさらに場の理論として交互作用から仮定物質の相対を見ていく物理学、生理学の方法の言語場への応用、これらはつまり語や品詞へ独立分断して還元分析する文法学の未熟さへの批判であるが、論理学や科学理論をクリティカルに腹の底へ取り込んで生活場の言語それ自体を観察し考えろという叱咤であろう。佐久間は主事、実事、そして啓示、コプラの3つの要素とその連鎖に還元することが論理性であるかのような見解は誤認でさえあると言い放っている。それは論理的に見た判断様式の区別と語法的に考えた構文の種類との間に細胞を書くということがあるにもかかわらず、一方の考え方を無理に他方へも押し付けようとするところから来る。少なくともこの点で日本語がヨーロッパ諸言語よりも論理的でないという見解は成り立たないし、事実上はむしろその逆だということができよう。8/148-9ページ。正常の表現については西ヨーロッパ諸国語の構文がコプラを含むところから、それがむしろ正式なものだと考えられたり、少なくともその方が論理的だというふうに受け取られたりする。ここで日本語の表現形式や論理的な観点から不当な評価を被ることが事実として起こった。等155-6ページと断言し、かかる有害な論を導き入れたのは論理学的義理そのものへの批判精神を欠いたためと、日本語の科学的認識に関して何らの用意も持たなかったゆえと期すべきで、その無自覚を深く顧みなくてはならない。等156ページと反省を流している。これは未だに通用する指摘であり批判点であり、未だに乗り越えどころか至り得てさえいないという日本語言語論の未熟さである。私から見て、カントやヘーゲルの翻訳を成してきた日本哲学者たちが主事、実事、コプラの論理的構文をそれがない日本語への無自覚のまま翻訳してきている。その累積がフーコーやブルデュア・ラカンなどの構造論的作品の翻訳のズレを超えて誤認転倒にまで平然と曲がり通っている。大学史史上の知的劣化を一般化している。哲学的、理論的、論理的な対価は指摘されても何のことかを了解できないほど膠着している。実際へ出現している。佐久間の指摘を誰も継承していないからだ。情けない怠慢な地の系譜である。論理世界の判断形式、判断様式と日本語言語の語法からの論理様式とがずれっぱなしの結果である。日本語自体の論理構造が日本の哲学者たちによって対象化されていないのだ。かじったぐらいのドイツ語やフランス語でただの辞書訳が理解であるとまかり通っている。劣るべき対価である。格闘したのは西田喜太郎ぐらいである。佐久間かなえがその時代の中で国語学から日本語の科学へといかに歩んできたのかの社会的規制状態は、安田敏明の
日本語学は科学か、佐久間かなえとその時代に詳しい。しかし私は佐久間の言語理論の持つ意味について述語本質の視座から論じたい。安田が名称に相対的に国語ナショナリズムの政治的規定性を事実として暴き出していく。それは世界線としても貴重な非常に重要な考察と踏まえながら、しかし言語技術の本質に位置する理論域は歴史性の次元とは異なる位置に規制されつつも固有にあり得る域として評価すべきものが佐久間にあるからだ。戦争期にかかっているのは345の著作である。日本による植民地侵略の中で果たす国語の役割への能天気さが背景ないし前面にあったとしても、ただ日本語の美しさを声高に称揚しているのではダメだ。科学として言語を対象化せよという知性から開示されたものを頭ごなしに否定はできない。安田によって論じられていない域を私は考察していく。主に1959年の日本語の言語理論3である。松下の言語言説層からの転移、飛躍、進化はいかなるもので、佐久間言説層はいかに構成されているのかを述語性の視座から破足していくことだ。著書1の骨子となるものはすでに本書2章で述語性の主張として要点を述べた。手術一本槍の強情的な構文論を佐久間は論理的に転移させた。それは他国語に類を見ないような組み立てがごく普通に使われているという事実、丸3、142ページを日本語の特色固有さとして明示することである。文の成分の順序として述語の位置の特色、修飾語が非修飾語の前に来る、質問文でも語順が変わらない、そして付属する語は独立する語の後に来る、補助要言はその付く語の後に来る。3141、テニオ派は前置詞ではなく後置詞である。さらに非認証的な表現が多い。代名詞のような形式的なものを必要としないといったことから、言語機能と文の組み立てを述語的に示した。括弧1、文の成分の順序。括弧2、文の成分の省略されることが多いに特徴がある。ピューレルの表出、訴え、演述の3通りの働きでそれを示す。A、表出、内容が表情と同じ。物事に感じた模様が一人でに表に現れる。顔つき、身振り、声の調子、息の緩急、つまり発音された音声のつながりが言葉の音楽的諸性質として感情の動きに応じる姿を示す。声の音楽的な発想、漂白を容易にするような短い語を添える手法が日本語では大いに実用される。感動助詞をつけた連語がまとまった発想単位として発言される。B、訴え、話の相手に対する態度、呼びかけ、命令、願い、頼むという訴え、注意をこちらに向ける、なだされた人、面と向かって言葉をかけられている人が何事かをするのであって、動作者を言い表す組み立てをしない、故に主語のない述語、命令形だけの文、こっちへ来いとなる、何々するなの禁止も、これらは省略した文ではなく、もともと主語なり述語なりを備えない文として存立する。3147、主語と述語を備えていなくてはならないという思い込みはどこから来たのか。C、演述、見聞した物事についてその様子を述べたり、事柄について自分の考えを言い出す場合、表出と違って言語の一つの豊富な標語体系を備えた材料を塩梅する。事理を目指して演述に力を尽くす。その文を組み立てて主語の存立が必至となる。しかしながら主語と述語に分接しない文もある。それを省略と考える必要はない。3150として佐久間は演述機能を担う言い立て文の2つ、物語文と品定め文を定めるのだ。物語文、事件の成り行きを乗り行き述べる、何々がどうかするした。辞書的限定が必要。品定め文、物事の性質や状態を述べたり、何々はこうこうだ、正常規定、判断を言い表す、何々は 何かだ、素定。物語文において動作は過程の表現の様式を持ち、品定め文において事物の状況についての表現を備え、さらに分かれて事物の属性または状態を規定する正常規定の構文方式と関係判断を言い表す素定の構文方式である。8-65、発言自体において動作及び事象の表現と事物の状況の表現とは異なると区別した。佐久間はここで品定め文の正常表現が歯を持ってなされることを強調し、
形容詞、形容動詞で主に述語が構成され、存在の動詞が必要とされない点を主張する。他方、判断表現は、はのことよりも、だ、ですの、徒弟語がの方に意味があると強調する。しかもそれはコプラではない。だがコプラの役割を果たす論理的な表現なのだと。正常表現において存在動詞を伴うヨーロッパ諸語よりも、正常表現と判断表現に違いを設けている日本語の方が論理的だという。佐久間はそこから創始の問題へずれてしまうのだが、主語の問題ではなく、正常規定で事物の性質を客観的にしなさるためしている。そこに心の感じたことが打ち出されてくる。心情、情緒、気分の正常語なのだという点の強調である。水が飲みたいというのは私の心持ちではあるが、水が飲みたくなるような性質が備わっている。こちらの心持ちを水に貫入して、水そのものの性質として飲みたさがついて回る。3.179 と考えられるという点の強調である。対象の非分離的な述語作用を佐久間は説いている。こうした問題は佐久間言語論の特徴ではあるが、松下が言う名詞にも述字が伴って考え方の概念があることに対応する。そして文の成分において主語と述語が具備されていると前提にして、一語文では省略されているなどとつじつま合わせしていく見方の誤りが指摘される。アリストテレス流の形式論理から言葉の構造を考えることで、言語理論が歪められていると明言する。1、一語文の存立を認めること。2、省略という説明の仕方を正当としないこと。3、文の成分として必ずコプラを要するという考えを否定すること。3.182を主張する。感動の文で述語がない、命令の文で主語がないのは、主語述語の先入権に立っての省略ではないのだと。平常文、疑問文、命令文、感動文といった分類も無意味である。単語から文が作られていくというのも転倒だと。物語文においてするものが主語、することを表すのが述語だとするのは警戒を要せと。そこで佐久間は述定と想定という概念をエスペルプセンのネクサスとジャンクションに対応させて、そこにはしかしコプラ問題は出現しないと名称する。鳥が飛ぶ、水が流れたは前者、飛ぶ鳥、流れた水は後者。犬が魚を加える、親が息子に財産を譲るは、魚を加える犬、子に財産を譲る親、犬の加える魚、親が子に譲る財産、親が財産を譲る子と転換できる。述定を話して想定にするのにかなり自由で格別の造作を必要としない、すこぶる融通性に富む日本語の著しい特徴である。品定め文の正常規定も、雪が、雪は白い、花が、花は綺麗だは、白い雪、綺麗な花とされる。象は鼻が長いは、鼻の長い象、象の長い鼻。判断想定でも、クジラは哺乳動物だは、哺乳動物であるクジラ、哺乳動物のクジラとなる。これが三上においては、歯が問題として名称に示されることになる。さらに、感動詞と接続詞とか、順述の副詞とかされる、でも、いや、なに、いや、さあ、一体、まあ、とかく、特になど、主語及び述語の外に誘導語を、あるいは主部述文の外に誘導部を立てることだと佐久間は品詞区分でない構文としてそう考えるべきだと主張する。一体それはどういう意味ですかの一体は、主部にも述文にも編入されない孤立性独立性でもない誘導だと。松下の言う文の成分と設定が違っている。そこに佐久間の言説層が開かれる。松下にとっての基本は統率部と従属部との関係であった。佐久間は物語文と品定め文の述定と想定の同一的な関係である。松下は規定の関係であるが、佐久間は論理の次元での構文構成を開こうとしている。松下も佐久間もコプラ文の前提に立つなという共有場所に立つ。構文論、語法論は古典論理学の主述コプラ、主字述字形字の論理形式からの離脱である。言語理論はそこへ同一化してはならぬという問題構成である。それを私は主語性言語理論から述語性言語理論への転移として設定している。構文と文脈の項で単語品詞が結合して文になるという見方ではない。文全体を一つの単位として出発し、全体におのずから具備される部分への分節化、856ページを考察すると主張する。だが、シニフェイされた構文だけを見ていたのではダメだ。形作るゆえんのもの、形作ろうとする働き、つまりシニフィアン作用を見ていくことから、内部結構と流れの相対を把握することだと。シニフィアン概念は使っていないが佐久間は言っている。
だが平常文、疑問文、命令文、感動文といった種別では一語文や日本語の疑問文の同じ文でかなしに抑揚、緩急、形容で判別される構文旋律が破足されない。発言自体を考慮に入れねば構文にならないと強調する。それは以下のようにまとめられた。まあ嬉しいのような一語文は一語即一文であって、主部述語への文化以前の端的な心境の表現、8、62ページであるというのだが、述語的表現である。呼びかけ命令文も欠けているのではなく、それ自体自足している構文である。しかもそこには誘導部がある。顧客あるいは定在助詞によって提起された動作者を誘導部として、命令文は動作の現場における特定の動作の実現を期待する話の態度を表明するもの、64ページとされる。発問の自体は平常文の結構を持つが、そこに問いの態度を示すかか不定小の語詞を疑問詞をつけて未知の項を X としては使うが、対人的働きかけであって、回答を求める態度表明の任を持ったイントネーションの構文旋律を有した構文である。演述機能、物語文と品定め文の2つの構文様式を取ることは既に述べた。正常表現において述語を定めてそれの主語を求めると、それ以外にも主語と見るべきものがその前に来る。象は鼻が長い、今日は天気がいい、そこに草種が誘導部に来て、幹部が主部と述部に分かれるという見解が取られた。草種論が正常表現になることに注意。想定の構文は手術コブラの形式にならない。象は一番大きな獣だ。一番大きな獣が象だ。象が一番大きな獣だ。一番大きな獣は象だ。において、象と獣を同格だとすることはできない。しかもほぼ同一の事案である。これらの際については松下の章で論じたが、佐久間はコブラがないことを強調している。物語文は多文に動詞で叙述される。そこに主部と述部が具備されて、それが全ての構文の範式にされてしまい、構文の種別性を喪失させたと佐久間は言う。しかし物語文にも誘導部があり、さて、時に、ところでなど、話し出しが切り出される。また実証動作の発生する時と場所の提示は、叙述にかなり重要で、幹部の外に配置され、しかも副詞的修飾語とされたりするが、構文の全体に関与していると重要な指摘をしている。佐久間は全ての構文における誘導部、その誘導部、誘導句による色づけを強調する。接続詞とされるものを含むが、構文の内部結構を超えて前後に連携し、左右に交渉する。話の継ぎ歩、言葉の受け渡し、文章のあやという大きな全体への結成を主張している。文脈がそれぞれの構文において反映している誘導部、その微小な語字が文脈の中に穏健している、特に助詞の役目は重大だと、現場の発言自体では思わせぶりな仕草が場面の全面的状況に示され、わずかに語られた語句が余韻を持って迫ってくる。音声的手段を補う文脈として連なる身振り来ないが、指示の場にある言説の生活空間の舞台における白セリフであり、それぞれのかこなしによって裏付けられ、下白が不可分に結合して事案の発展をさながらに表現する。草書を持つ構文の特性では6種の例示がなされたが、何々は何々がの、はもがの形式である。このな何々には何々が点点点点の点点点点がある、ない、ている、である、形容詞、形容動詞、動詞、対、可能の6つである。以上の構文論の構図では、述語的表現の現場の発言自体が手術関係などには還元されないこととして的確に問題提起構成されている。だがまだ突っ込まれていない。他方、一般的状況としては未だに日本語にコプラがあるなどと思い込まれている停滞に国語学及び日本哲学はある。佐久間言語理論の本質を、佐久間はシンタックス語法の視座から解析するゆえ、品詞分類などによって見落とされる事件を日本語の特質として抽出した。コスワード体系がその典型である。それは代名詞、副詞、副体詞などで還元できない、欧米にはない著しい制裁が見られる体系的配置になっている。現場、
行動の場における方向づけ、定位、指し方であるが、発言の場所での発言自体である。話してだけが基準ではない。発言自体、指示の場が関係して、近傷、中傷、炎症、不定症が対人関係、対物関係で、物、場所、方角、正常、指定、様子において示される。この時、話してと相手のそれぞれ縄張りがあって、それが事態を指示していく。それは指示代名詞や三人称などの概念では処理できない固有の体系になっている。さらに人代名詞とされる私、あなた、どなた、私、お前、誰のようにはな、X、他がコスワードに対応している。佐久間はあをなしとしているが、あいつのようなものがある。けだしコスワードがほとんど変化しないのに、人面相は多様にあり、かつ変化している。二分関係や心的な表出で明示が変わってくる。そこにもある体系があると佐久間は示唆している。根本的に代名詞はない、第三人称はないということなのだが、厳然の場とされている述語的場所における話し手と相手との追跡関係による指示作用が、オリエンテーションと意味との構成を日本語においては成し得ているということだ。西洋語ではオリエンテーションは意味を排除する。なぜ佐久間はコスワードにこだわったのか。それは場所に規制される日本語の特質を派属したからだ。現行事実の教示的分析3233である。次に、関係代名詞のあるものは日本語にない。したがって欧米語の翻訳はかなりの不都合を招く。動詞を名詞の前につけて、来る人、昨日来た人とすればいい。これを佐久間は松下の形式名詞を踏まえて、終着語なる概念を開いた。一つの句または文を直ちに受けて、その全体をあたかも一つの品詞のようにして、主文の中に位置させるところの多くは象形の語詞で、その意義において包含することが広く、実にそれぞれの範疇を示すもの。先行の句または文に吸着してそれを一括するものだ。3240。品詞からではなく、吸着対象語、吸着性上語などから構文を考えるべきだとする。動詞の法度として、自他動詞が欧米語と異なり、能動初動の関係が異なり、行く来るの機住関係が行く来るの来住関係が物の時給、動作の時給の関係にまで及び、さらにそこに敬語法まで絡んでくる。同じ内面的な理由によって発生した事実になっている。これらは指す動く仕方が主語主体ではなく、場所での述語的関係作用であることの理論化である。西洋論理学の誤謬を佐久間は説く。論理というのはロゴス、つまりつながりであり、まとめることである。それであるものは論理的であると言われ、つながりがない、まとまりがない、それは尻滅裂、ぐちゃぐちゃということで非論理的だとなる。もはや私たちは日本語は非論理的だという見解をじくり回す必要はない。いかに論理的であるかということを、既存の論理的なものとして基準化されている域を超えた次元において論じていくことと、西洋的なものが何ら論理的ではないということとは、同時的に論じていかねばならない。この論理的なつながりは、思考作用が言語でなされるということから、言語の主事と品詞をつなげるコプラ、形詞という形式叙述において基準とされてきた。この古典的論理形式が根源的な疑われるべき問題であるということだ。佐久間はつなぐ、結ぶことを述べることから考えることへ、数えることにおける測ることからおもんばかる、イコール考えることへと、思考はなされるのだとして語ると、マテシスの結合表象が思考であるとしている。西洋論理思想の歩みを哲学者たちと違った視座から簡明に佐久間がまとめるとき、言語が思考の根底にあることを主張しているのだが、論理形式と言語形式との差異を問題開示しているのだ。判断形式がいかに語法的構文的であるかを佐久間は指摘するのだが、そこには哲学者たちが自覚し得ていない、あるいは自覚してもずれないし転倒してしまうというポイントである。そして一種の言語にはそれぞれ一種の論理が成り立つという論理基盤を見せつけてくるが、もしアリストテレスがギリシャに生まれたのではなかったら、論理学は全く別のものだったろう、と西洋人でも気づいていたことである。これは重要である。論理は一元的に確立化されるものではない。だがある普遍域があるはずだ。私たちにとって言えば、主語性論理と述語性論理とは概念空間の論理構造が異なるということである。西洋論理思想の歩みにおいて、ロゴスの未分化、古典論理学の成り立ち、伝統論理学、
記号論理学の使命の4つにくくられる。逆から見ていこう。佐久間はインドの陰明論理学を西洋の古典形式論理学に対応させる。古陰明は相陰油合油結の四分だが、神法の新陰明は相陰油の三子で足りるとされた。医師の言語には医師の論理学があることの指摘だ。陰明は奈良時代に論じられていたものだ。近世の伝統的論理学の限界はライプニッツによる論理学の数学化によって、推理の段階に使用される命題を命題に入り込む直感的内容から解放し、推理の規則を計算の規則に変え、その適用に際して直感的内容を考えに入れずに済むよう規則を改めた。代数的論理学がド・モルガン、ブール、その後継者たちによって進化され、記号論理学がヒルベルト・エラッセルによって進められ、科学的論理学が多様に展開される。純粋数学と純粋論理学が演繹的体系にまとめられるホワイトヘッド、ラッセル、ウィーン学派の論理実証主義カルナップは、実際に立証できない意味空虚の言説が多いことを指摘。古典論理学の既存原理である配中率、同一率、無矛盾率に対して真と偽の中間に第三の論理的価値が認められ、さらに立ち論理学へ進む。カントの判断に必然、実然、外然の別を入れ込むルイス、そこに確率を適用するライヘンバッハの確率論理学、ヘンペルの位相論理学、こうした多様な科学的論理学は言語が論理学の中で決定的に不適格なものだということを明らかにし、言語からは曖昧さえ生じると言語を排除していく。果たしてそれはいかなるものであるのかという概念を匂わせながら、佐久間は論理学の霊源さを痛感してこの書を閉じる。伝統論理学はアリストテレスの後継として中世に公文におけるコプラと論理的コプラの集合をなして、語法的観察と論理的観察とを絡み合わせた。そして近代に至るまで伝統的形式論理学は思考を正しく導く規範を一般的形式の設定によって与える意図のもとで、形式性と規則性等を特質にして言語形式からの直想を残して変わることなく保持された。それはしかし実体論的な片割れを残したまま抽象的になりきれていない。近代のボルツァーノは構文自体に対して判断が区別され、判断は一つの構文を含み、構文は何かしら存在するが、判断が自身で構図的にその存在を持つものでなく、ただある人物の心の内に持つ、その人物はその上に判断するものと呼ばれるとした。判断は精神の行動で、その行動とは諸表象についての過ぎ去ったただの注目に引き続いて生起し、それに関連するものだという点に佐久間は注目した。構文自体が客観的に決定できる論理学的造形として役割を務めるとされたが、根底にはコプラの宿命が付きまとっていると批判している。さて、古典論理学の成り立ちはソクラテス、プラトン、アリストテレスへの言及である。ソフィストたちの自然探求ではなく、我々の心象の価値、我らの行為の是正は、それ自体真で正しいものに、それが全的に合致すること、行為そのものの正しさは思考の正しさに依存するとソクラテスは考え、道徳生活を正しい知によって改善するとした。客観的に妥当する認識としての知の理念、その認識、その知は行為に使える、従属するのではなくて、それを使う、支配し、それの目標を支持するはずのものであるとして、この知の成り立つ諸条件の問題が切実になる。自分自身を知る。自己検証を求めるが、まだ科学的体系にはなっていないで、自己の無知の告白で終わるも、他人に助けを求めて知を探し求める対話的研究、精神的助産術の人間検討へ向かった。そこには機能法の芽生えもある。187から8ページ。ソフィスト的会議の迷路を逸らせ、真理の認識を目指すしかない道をプラトンは、弁証法の概念の思考理論、科学的対話指導術へと集約させた。言葉が提供する概念的な語語の意味、語彙を出発点にし、語詞の概念を精密で根拠のしっかりした定義に高めるのが弁証法の使命の第一で、そのために幾重にも多様な語彙を直感的にまとめ一つの理念とし、さらにそのために仮説的補助手続きを間接的に必要とし、仮定され寄せ寄された概念からの可能な推定を導き出す。その土台となるのは言語である。
言語のうちにある意味の発展を弁証法的方法で推し進めて、かつ解明するのが科学問の使命だと声なしに行われる精神の内的な自己自身との対話、心の中の自問自答が思想、音声を介して口を得てその思想から流れ出るものが言説で、この思想と言説は同一視された。アリストテレスはプラトンの形状学的論理学的学説を批判的に改造し、論理学を一つの科学として体系的に建設する。プラトンのように概念的知恵をソクラテス流に要求促進することに導かれて、プラトンと共にソフィストリオの会議から守りつつ科学を推し進めていく一つの方法を探し求めた。三段論法である。そして概念と判断に関する見解が推論、帰結に関連して述べられる。推論とはその中である予想、仮定から何か新しいものが出てくる言説、文句だとすると、この予想、仮定は前提のうちに、つまり構文のうちにその表現を見出す。一つの構文は一つの肯定または否定の言明で成り立ち、したがって二つの概念、つまり一主事、主語と一品事、述語でとで合成される。そこでコプラ刑事はまた品事のうちに数え込まれている。構文あるいは判断は定言的なものだけを考察のうちに取り入れている。判断アポファンシスは前提プロタクシスとは区別される。判断は願いや望みと違って真だ義だにある。他方前提は来着ヒパルケインを言い表し、この来着で一つの概念的関係を仕立てる。前提の規定は論理的形式的規定だけのこと。判断は何か実在的なものを表す含みがある。判断はオノマ、名詞ノーメンとレーマ、動詞というよりも実詞にあたるバルブムとの二部からなる。コプラは近似のうちに入り込んでレーマを構成し、現在の SP に対して C プラス P にあたる。判断の知実は時の言い表しを伴ってあるという存在についての言明を含む。単純な実詞は is、was、will、be で、これらの語詞が判断を初めて判断に仕立てる添加物であるのは、それが判断の真か偽かを決めるからだ。そこから他の一切の動詞はそのうちに to be にあたる概念を含むので、それだけのせいで例また例まの複数形になることができ、 he goes は he is going と同じだとされる。 to be A 内は論理的コプラを意味するだけでなく、実質だ実質のように存在するということを意味する。判断はこうしてその内容が実在的なものに相当することを表現する。肯定判断はそこで事実上存在する関連が、否定判断では事実上存在する分離が言明されることになる。英語の to be にあたる語詞とその変化形が語法上の時の意味の他に存在するという意味でのあるを含んでいる。それだから実在的意味での事象の正規も言明されている。そこで真と義とが実在するものとの一致か不一致かを内包し、その意味で受け取られる。 S のオノマはその判断機能で同時に存在根拠となり、ヒポケイメンとなり、ヒポケイメノンとなり、形而上的実体となる。この to be という語詞の論理学的かつ本体論的意味の工作のうちに潜む厄介な問題にアリストテレスはまだ気づいていないと佐久間は指摘する。このインド・ヨーロッパ語系、ギリシャ・ローマの古典語からゲレマン系、ラテン系の書語にほぼ共通に現れるコプラ表現は、日本語におけるものと著しく違う。世界の言語を広く見渡せば分かってくるはずだと佐久間は言う。アリストテレスの理念が言語の深く根ざす考察から、特に古典的習字法の考察から得られているゆえ、厄介なものとして普遍化してしまった。しかしそこに根源的な落とし穴があることが佐久間の構文探求になっていくのだ。ここに関して羅漢理論も含んで二部にて論述する。術語性言語理論の本質基準になる課題があるからだ。187から190ページ。最初のロゴスの未分化。古代の文献はしばしば極めて優れた思想を変幻節句のうちに潜めている。言葉と思想の表裏一体、人間の思考作用が言語の働きによって営まれる。そこに西ヨーロッパ思想が大きな影響を世界に及ぼした。ソフィストの論法は言葉の習字法をその技術的修練に寄与し、ただの奇弁ではない。プロタゴスの人間はあらゆる事物の尺度ゆえに主観的で相対的な真理しかない、客観的に一般に普遍妥当する真理などないとしたことや、ゴリギアスの1何もないこと、2あるものはもしあるとしても我々には認知されないこと、
3. それが認知できたとしても他人には伝えられないことを証明した。どんな程度でも同等に良好な根拠を持って立証しかつ反論できるというソフィストの作用があったからこそ論断の技法の完成がなされてきた。ソクラテスたちが出現し得たと佐久間は評する。佐久間かない日本語の論理性と情動性。日本語は論理性に乏しいが情緒性には富んでいるという先入観が社会的態度まで固まっている。その一般的見解を佐久間は覆す。そもそも論理的とされる基準は古典的形式論理学イコールアリストテレスイコールスコラ流言語論理学から来ており、かつ英文法の考え方が日本語文法に適用され言葉は論理学を傷つけ論理学は文法をへし曲げる状態になってしまっている。そこで佐久間はまずパロール・ラングの仕分けを拒否し話の発言の場を定め話し手と話し相手との関係を基本に据え音声現象、視覚映像、身体動作などを含めた場を機能概念とし場面や情景の叙述概念と同時に考えること、そして話し手の物腰、和線、ニュアンス、音声の色彩性に上位的動きが表出されて相手に響くと考える。情動性は和線の音楽性、言い回し、言葉遣いの語詞、語法に現れる態度の打ち出しであり、他方物のありよう、事の佇まいを一定の型にはめ秩序立てて語詞の系列に移し前後の章を決まり通りに整頓する事案を概念的に分析しさらにそのまま要素の結合として和線の系列に配置する論理的な言い表しがある。この情動の心的活動と認識の心的作用が和線の両面として表出されている。それが言語機能の様式、形態、性質の作品として実現されるが、それを孤立語、転着語、屈折語の三大系列に当てはめられない。8202から5ページ。意味内容についての叙述である知的活動、論理的側面と、それを表現する態度をむき出しにする態度を打ち出す、話の情動的側面、この両者を考えるべきだとするのが、佐久間の特徴である。話し手は場面に応じて論理性を押し出して情動性を背景に引き込めたり発言者の心持ちを前面に押し出したりするのだ。国語学者たちがいつからかかるあまりに当たり前のことを忘却棄却するようになったのか、その時日本語はもはや対象としてしまげられている。情動性の現れ、和線の音韻の組み立て、母音子音の結びつきの変化である音韻系列に語義が託されるのが音声の色彩性であり、和線の流れにおける抑揚、強弱、緩急の話しぶりが音声の音楽性で、そこに関白詞や話の旋律が演出され、情動、心持ち、意向が描き出される。感動詞、さらに副詞、助詞、助動詞などが情動の面を備えている。文末助詞、感動助詞は感動詞に劣らない。構文の意味内容の面に情動性の趣を備える。これは相手への働きかけの行動的態度に見定められ相手の反応を促す効果になる。相手に向かって圧力をかけ迫っていくような行動態度、発言態度の打ち出しである。命令、発問、決意、効果、意味内容の叙述における話し手の抱く確信の程度の格付けである言明態度の打ち出しとして認定、断定、実信、推定、想像、伝聞がある。さらに意を用いる敬語法が待遇の問題としてある。加えて対応の陳述の副詞がある。論理性の表現、見聞各地の事案を表明すべく概念的内容を持つ語詞を用い関係ごたる助詞で結びつけて構文が形成される。その表現内容は見聞各地の情景、事件を描いて相手に伝える場合全論理性と事物の性質や事案の隠喩を述べて説明を試みる場合判断表現とに分かれる。自称心的映像の作用によって見聞の主体をそのまま報告することにはまだ知的作用を得ておらず、舞台の上で位置を占めて背景によって情景を作り出して話を成立させる条件を提供する。話し手と相手とが向かい合って立つ発言の場は話の地盤アンダーグラウンドとなり、文脈として連なる話題の場は背景バックグラウンドとしての話の筋を提供する。8210ページ。話の内容はこれらの制約ではっきりした姿を与えられ、その制約の下で意味を帯びて受け取られる。ここに対しては述語的発言の場所として細工を加えたいところである。人がよく、鳥が飛ぶを佐久間は情景の描写であり、眼前に浮かぶ画面のうちに動く事象で、与えられた話題は直接に見聞するところだと、すらりと発言者とその場所とを語っている。
それは主体主語でも主観客観背景でもないであるから、過去に経験した事柄についての発言は再現された心的映像の前景を背に負って、そのうちに相当の位取りで座する仕方によって的確な意味を示すことができると、テンスではないことを示している。私たちが作文を今学び直すときには、こうしたさりげなく本質をついている点を逃さないことだ。さらに不可侵条約を結びたいの発言は発言者の意図を示すが、まだ具体的な事実を反映してはいない。南極を占拠していたペンギン町が領土的野心を抱いて寄せてくる人間に対して語る、その背景と舞台を置いて、その背景と舞台において領有権を侵されまいとの主張が願望表現の形で打ち出されたものだ。その言明は発言者の態度を助動し、体によって表明し、そこに情動性を託している。そこに発言の場の地盤が和線の一具文末において語法的手段によって現れる、そして領有権の話題を背景にして公文が意味を持って語られると解説する。話題に座しての内容の規定と作間はしているが、述語的文脈の場所的表出を作間は示しているのだ。しかもペンギンの発言としてである。そのペンギンは隠れた主語ではない。公文理解をなす上で設定される述語的指標であるのだが、事案が関わる話題の場所を定めないとこの公文を理解しえないと言っている。いくつかの助動詞、願望のまたは推定などのと文末助詞とは、発言の場の事態に即応して、いわば態度語、アティチューディナルワードを持って打ち出すところがあり、事案の内容は象徴語、概念語の関係づけによって話題の背景において形作られるという。つまり話題は背景にあり、文脈として公文を補って表現に参与することを見逃してはならないということであり、しかも一つの公文に現れて公文全体の一部として姿を表すとき、雄大の公文を作り出すのが日本語の特色であるということだ。象は鼻が長いは、助詞、歯によって定義された事物が、何々〇〇については、三角のことを言えば、のような導き出しの句に匹敵して、背景に隠れているものを前景に打ち出す役割を成している。定代の助詞であり、草野の草種、他の論者の言う文種にあたる、判断に現れる題目は、論理的反感関係における主旨にあたるが、その定義によって説明が要請される。話題の定義とそれは同じである。日本は山が多いわ、ヨーロッパの語法には考えられない。二つの線が一つの述語へ収められる。論理性の表現は判断の表現、判断基礎点の表現、課題の場、そして否定表現において論述される。現代日本語法の研究2は、現代日本語法の研究2は、いわば品種研究である。だが既存の国語研究への交渉的な批判考察だ。品種を語法として再検証している。後半の3分の2を占める助詞の取り扱いに特に作間の固有性が開示される。形容詞、形容動詞から正常表現が検討され、素定に関わる存在判断の表現が検討され、品種的確定が難しい副詞的用法を検討し、接続詞と感動詞、感動詞という品種枠からずれるあり方を抑え直して、助詞の多様性の考察に入り、旧着語で終わる。端書きで実証的態度を基盤にした科学的考究を強調する作間であるが、彼による交渉が国語学会で徐々に無視に近い扱いを受けていくのは、作間の論理的言説への非需要からなされる論理形式の実証主義による排除である。皮肉をどう考えるのか。事理に基づいた哲学的理論的考察を成したのは作間一人である。日本の言語学の論考集では文法の2巻において作間の論考はわずかに3本のみでしかない。時矢では橋本に比して少なすぎる。しかも本質論考ではない。この書からの定裁は、定代の助詞派と毛がたった2ページのみの引用であり、助詞相対の考察は完全に無視されている。国語学に理論がないからこうなる。私のような体系への理屈を満足させてくれるのは佐久間や松下、三上でしかない。時枝、橋本、服部、金田一、坂上らに全く満足感などない。理論的概念空間がしっかりしていないものは、いくら実証を重ねようが実証にもならないどころか、ひん曲げることしかしない。この書の特徴は、既存のそれぞれの品種定義、規定をさまざまな例示でもっては、では収まらないことを理論実証的に開示していく仕方である。
形容詞の活用をおさむございますとか、良いがいいになるとか、ないで汚い、いかない、白くない、頼りないなどとなる。そこに形容動詞が絡まり、柔らかいが柔らかな、赤いが真っ赤な、小さいがちっぽけななどと形容詞と識別しがたい。そこで山田のように形容動詞などはないとすると、静かには副詞になっていく。松下は同情字だとした。さらに推し進めれば形容詞などはないと成明から松下への敬譜になる。私はその考えを取る。そんなことから、正常語の語性として作文は配慮し直す。単語として品詞を設定することからの無意味さが示されていくのだが、作文は既存の成果を尊重して新詞規定を踏まえてからそれを配置がしていく。品定め文の正常と素定を等を裏付けていく交渉である。すると副詞という非常に定まりがたい現象におのずと批判交渉がなされていく。文法上の副詞論は作文から全面的に再考し直すべきだ。国内一致の身構えを強め、今日の国家総力を挙げて戦うべき時に、国内においては国人の問題が、外地においては国語の普及徹底が、一翼一心の団結を固めるための要件として大切な意味を持ってきており、大東亜建設に力を添え、共栄圏形成への道を平らにすることが日本語に背負わされた新しい使命であり、大きな覚悟であると、佐久間はナショナリズムの姿勢を持ちながら日本語の世界化の問題に取り組むと決意している。この4の序は1942年1月である。去る12月8日の真珠湾攻撃のわずか1ヶ月後だ。これをもってナショナリズムへ加担した佐久間と裁断するのは容易である。その指摘は間違いではない。だがその時佐久間は自分が成してきた日本語の諸問題に対する態度は、地理を明らかにする科学的精神に立脚して、あくまでも日本語の本然の性質をまっすぐ伸ばそうとするものとして、ナショナリズムを超えた世界普遍性としての日本語への探求を成している域に対面している。それを戦争加担で死滅してはならない。それには自極へ向かってしまう佐久間を切り離すほかない。4はその境界的な位置に立つ日本語文化論であり、5は言語科学の名において境界に立っている言語理論である。それは国語ナショナリズム化と日本語普遍性の理論的対象化との逆ベクトルが共存している場でもある。術語性様式を日本語を媒介にして普遍性を見出そうとしている私たちが不可避的に直面させられる域でもある上、慎重に仕分けていかねばならない。日本語の言語理論的研究5は日本語の科学的研究と意図されての論文集である。3にて参照されていようとされていた論考が掲載されている。3の小論が5であると言ってもよいだろう。昭和18年2月の序文筆記、刊行は同年8月である。ここでは三省堂巻の初版を使う。全くの戦時下で係書が刊行されたのはいかなことか。1音声的描写による語構成、2総称を持つ構文の特性、3言語における水準転移、特に日本語における人代名詞の変遷について、言語の社会心理学的考察、5否定的表現の意義、6日本語の論理的表現、7構文と文脈の7本であるが、特に重要なのは5の否定的表現に関する考察であり、かつ6日本語の論理的表現である。これらはすべて8に再録されて構成が転移されるも、5が佐久間言語論の基本である。つまり戦時下で骨格的なものはすでに掌握されていた。3もそうであるが、音声声が佐久間にとっては初発の認識に立つ。この章では個別的対象から論理構文文脈といって一般的考察へと順序付けられている。これが8では一般言語学、物理学心理学の馬理論、構文論、和線、日本語の論理、そして音韻と順序が反転させられる。個別から全体へが全体へとから個別へと転じられるのが、そこで佐久間の言説内容が変わったわけではない。言説の立脚地盤が転じられる。順序とかベクトルの転移であるが、この構成の転機は何を意味するのであろうか。戦時下と戦後の社会転換が規制的にそこに関与している。科学的探究の場が転じているのだ。6日本語学における要素的解体がその媒介にある。佐久間課題、否定的表現の問題、否定表現の問題、別用の提示と派。否定表現の語法形式は肯定的命題が存立してこそ成り立つという論理学的な前提に立って、佐久間は否定とはどこまでも積極的な実現の拒否であることを主張する。そして存在の否定は無であり、素定については判断の正当でないことを言い、さらにこうではなくてああだという別用を表現し判断を中止していると3つを挙げている。まずあるにおいて否定はあらないとはならず、ただないとなる。この2つは別の表現となっている。
単にノットをつけるだけの欧米文とは違うということ、物事があるということと、人格的に何分かの動作虚釈を表現するいるとは別用であり、 B 動詞一般とならない。素定の判断では主格に立つ対象についてそれが何なのかに対する回答とみられる何々だの供述が問題となり、正常の判断では主格に立つものについてそれがどうなのかに対する回答とみられるしかじかさこうだの供述が問題となる。そこから否定の場合、前者は何々でないとなるのに対し、後者はこうでないそうでないとなる。そして日本語では別物だ、別用だ、別義だといったことも最も簡明な表明で、その指示をすこぶる容易に成し遂げる手段を持っている。ここを論理学は何も考えていないというのだ。つまりこうしたことは命題が寄って立つところの場の存立とその相互の制約の関係、命題ないし課題の場の結構について明確な認識を持つべきである。私なりに言い換えれば、表現がなされる術語的場所の制約、拘束条件を考慮に入れるべきだとなる。そして A がある、 A がない、 A はある、 A はないとは本質的に違うものであるということ、つまり A は B だ、 A が B だとは異なるということをはっきり識別せねば、ならない。佐久間はこの助詞派を定代の助詞として、現前の場を離れた非 現場についての定代の役割を務める。その提起した題目について残りなく行き渡ることを示す本領を持っているもの、課題の場の結構として見ると、はっきりした輪郭によって限られた題目の範囲でその外側に対して無関心の態度を示し、それ以外に向かっては不問に付しているのに反して、その内部においては自足し閉鎖された全領域に修復して打倒することが特設される特色を持っている。背景、字面からはっきりした回線を持って浮き上がっている図柄、形、そうした視覚の場における結構の特色をこの際のテーマは帯びるのだと指摘する。つまり人間はカンガルーではない、自由は放任ではないという表現はカンガルーだ、放任だというのを否定するのではない。否定の特設、カンガルー以外の別物だ、放任以外の何事だ、何事かだという意味を含蓄している。別物であることが言外に、すなわち命題自体の内面ではないが、命題が置かれる場の歪みとして課題の場の力理として節減されているということである。定代の術師の論理的使命がそこにあるのだと佐久間は言う。猿は猿だは有意義であるが、猿が猿だは無意味である。こういうことを日本語は察知し得る。だがではないというないものがあるとしている術字の言語表出は歯が問題ではない。心的表出を伴って非常に本質的な場を提示する。それは三巻で羅漢を持って論じる。本がないは存在の否定であるが、本はないは別物があるという論理が入っている。つまりあるないをめぐるコプラの問題ではなく歯の問題である。歯を三上は核の問題として集約していくのだが、佐久間が定代の場と言っているように、歯は術語性の問題、定代の術語的場所の問題に関わっているのである。この時場を場所概念へと転移するということに、日本語の語法がいかに意味作用を働かせているかを明らかにすることである。術語的なものの問題域がそこに介在しているからだ。佐久間は論理学をある意味切り捨てているのに対して、三上は必要に論理学の論理に即しながら、その潜在するところを構文論理的かつ文法論的に表出していく手続きを得る。日本語の論理は論理学からは論じられない、日本語自体が論理を論じていくのだという転換を図らんでもならない。これが佐久間三上の作に開かれていく域、次元、水準である。それを佐久間は言語論理的に切り開いた。私はあえて西洋論理学の誤謬とこれを題した。主語性を追求するのみで術語性を全く論じない哲学系譜の傾向がそれを生み出しているからだ。場と場線、場所論への未踏域。物理学の場の理論をゲシュタルト心理学や生理学など科学理論として踏まえて、動的過程の行動としての発言を場の理論から発言の場、話題の場、課題の場として行動・事象の条件発生の起因、知的活動の発生成立を言語の場、言語学的場において発足する。それは思考の領域として情動的な力、地域や風土、海や航海などへの思念として構成される。引き込みと張り出しの二方向が思念や語詞を誘い入れる。心理学や行動言語学における場の概念について、人は言葉を使いこなすことによって人と人との内面的なインターサブジェクティブな交渉が可能になり、人間らしい生活が営める。当面の事態に触発されて心中に芽生え胸の内に抱かれる意向、意図、所存があり、それを外面に表して自分に対する人に伝えようとするところに言語機能が成り立つ。そこで語るもの、行動するもの、対面するものの局面において実現される事柄は、聴覚的運動的体系として前後に連なる時間上の線上をなす。それが和線で心理物理的成果である。
和船が話し手のつもりを相手に正しく伝えることができるときに、初めて言語による通信が有効となり、人間的交渉の土台が据えられるのであるから、和船を生み出す過程とその本来の意味を読み取らねばならない。841から2ページ。場について佐久間は3つの次元を区別し提示した。1、発言の場。話し手の相手に向かって取る働きかけの行動態度が発言によって代行され、相手に何らかの反応を促す効果を狙う。そこにしばしば圧力を持って相手に迫る。これに応じる構文の語法的編成に特定の方式が確立されている。命令、発問、決意、効果、認定、断定、自信、推定、想像、伝聞。この10通りの関係状態における述語的構文構成は、主語性言語様式とは異なるという一材をもって了解していくことが肝要であろう。さらに対人態度として、登場人物の待遇が形状語や丁寧体の言い回しをとる。人代名詞による待遇が助動詞並びにある種の動詞と互いに呼応して、目上対等、目下の3通りを相対的な社会的地位ないし階級意識、社交的事態に関連して発生させる。これら発言の場に即して存立するものは、伝達の事案内容に関与する客観的関係ではない。2、話題の場。非現場において情景描写、表彰叙述、初回開陳がなされ、共同の場、共通の体験に支えられ、眼前指示のために発生し発達した指示の語を借用して話し柄を提示し、特定の心象の上に伝達内容が定義される。相手の見聞の届かないところにおいて、風物や事象が視力線を放射して全体の体作りに参与する。3課題の場。問題として回答を求めるために題目の形で目標を示すことは、特定の課題の場を設定し、その範囲を確立し、言明の通用、妥当する境界を限界を明示することで、応力系緊張状態を作り上げ、その平行回復の働きによって解決をもたらす。1、定義づけ。何々とは何々のことだ。2、類型への組み入れ。何々種は何々類だ。3、分析、概念的属性。雪は白い。4、タウトロギー。犬は犬だ。5、同定、一致認定。したのは私だ。このように定体の助詞は使われる。ジリの論述は、ムードスを金権右言まで単純化して、ジリの適正な表現を言明態度で達成される。この3つは述語的場所における3要態と言えよう。